じゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが、連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いが、もう行かせてもらう。ああ、じゃったら、また明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ。兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れでした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。あ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きだな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。
兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思うとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかさい。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか。頭、俺にも。いや思っとったより偉い若いけ、面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ。もうそうじゃろ。本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか。そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って。いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか。いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい？
おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたの懐み聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほら、パパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いやなんでまた。いいんだ、それじゃ。あ、桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあ、こっち。坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリュウさん、こっち。おう、アルミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面貸してもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけど、殺す気でやったらや。Give it to me! Give it to me!
桐生さん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。桐生さん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥かのことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥かちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。